皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。さくらんぼ。正解はさくらんぼでした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ら、ん、に、ん、ぐ。正解はランニングでした。これからマラソン大会のシーズンになりますね。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。せいじんしき。正解は成人式でした。いかがでしたか。正解できましたか。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。し、伸ばし棒。と、べ、る、と。正解はシートベルトでした。こちらは少し難しかったでしょうか。制限時間内にできましたか。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。
答え合わせです。え、す、か、れ、伸ばし棒、た、伸ばし棒。正解はエスカレーターでした。エスカレーターの正しい安全な乗り方は、手すりにつかまる、歩かず立ち止まる、黄色い線の内側に立つ、荷物をしっかり持つなどですよ。事故防止のために心がけたいですね。6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。こ、う、そ、く、ど、う、ろ。正解は高速道路でした。いかがでしたか？時間内に並べ替えることができましたか？7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。字、小さいや、ん、ぐ、る、字、む。正解はジャングルジムでした。日本最大級のジャングルジムは、豊浜大橋の開通を記念して平成5年10月に完成した華僑記念公園にあるそうです。高さ 13.2 メートル、幅 15.5 メートルもあるのだそうですよ。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。き、小さいよ、う、ぎ、じ、小さいよ、う。正解は競技場でした。こちらは小さいよが2つ混ざっていましたが、時間内に分かりましたか？最後に難しい問題でしたね。問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。
答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。